はい、どうですか？今皆さん伝えてください。うう、心の中で叫んでくださいね。夢力、いいですね。アンコールブロックマリナがいっぱい出て嬉しい。よーし、はい、ここで アンコールブロックを振り返っていきたいと思うんですけれども、え、何してんの？あ、夢力の終わりのところでファンの方がなんか仕掛けたらしいですよ。次が最後の曲、そうです、ペダルと社員できた道と、最後の曲はペダルと車輪と来た道とです。今ここまでマリナの卒業公演実況してきたんですけど、この曲が最後になりますね。はい、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗は溢れ出す、急な坂道は続いていくよ。もっと、はい、マリナ同い年の卒業、同い年の同期の卒業公演なんですけど、本当は正直すごい寂しい気持ちでいっぱいすぎて、何回も聞いたんですけど、本当にやめるのって、嫌だ嫌だってなんか言いすぎて、何回もずっとその度に困らせちゃったと思うんですけど、マリナのことをね。こんなに輝いてて見れてよかったなって思います。終わるな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 、終わった、マリナの卒業公演が、終わっちゃいました。マリナの
最後が最後のダンスの披露の曲はペダルとチャインと来た道とでした。はい、このアンコールブロック振り返っていきたいと思いますが、アンコールはこの4曲でした。ドリアン少年、蜂の巣ダンス、夢力、ペダルとチャインと来た道とっていう。マイナス10億円終わりです。あ、ここから別でマリーナの卒業セレモニーがあるんですか。あ、そういう感じか。そっか卒業公演で、そうか。もうマリーナがこれで退場するのか、退場っていうかメンバー全員がもうこれでステージからいなくなっちゃうのかと思っちゃった。はい、これからマリーナがドレスアップ。ドレスアップしてくるそうです。マリーナが今着替えてる間にこのアンコールブロックを振り返っていきたいと思います。はい、このスタジオのねアンコールブロック、このドリアン少年、ドリアン少年から始まって4曲、怒涛の4曲だったんですけれども、あのまずドリアン少年はですね、こうすごいスタジオが今までずっとダンスバキバキにやってきた中で、急にドリアン少年っていう可愛いダンスも結構なんて言うんだろう、こう単純じゃないけど、今までやってきたスタジオのパフォーマンスに比べたら単純な、結構ダンスパートとは離れた曲だったんですけれども、その次の蜂の巣ダンスは、あ、そのドリアン少年で盛り上げた後に、その次の蜂の巣ダンスはですね、このみゆみゆがセンターでバシッと空気感を締めて、バキバキのダンスでソロダンスから始まってからのみんなの途中で仲の良さとかもね、しっかり垣間見えてるわけじゃないですよ、もうしっかり顔見えしちゃう、明るくて素敵なスタジオっていう雰囲気が伝わるいい曲だったですね。そしてその次の曲夢力、 ST48 の定番曲、これを聴かなければ ST のライブに来て帰るわけにはいかねえぞっていう、もうライブでしたね、この曲でしたね、夢力は。はい、この夢力のいいところは、こうファンの方もね、一緒にダンスができちゃうっていう良さがあると思うんですけれども、はい、なんか むしろ踊りたくなっちゃう夢力のダンスです。そして次はペダルと車輪と来た道と、でこれも ST48 の曲になるんですけれども、この2曲っていうか、この夢力とペダルと車輪と来た道とっていうのが、今日マリナの卒業公演であるゆえ、心に歌詞がね、こう心に一つ一つすごい刺さってきて、なんて言うんですか、こう、あ、私も正直なところ一緒に踊りたかったけど、逆にこうやってこう俯瞰でこう見れて、俯瞰っていうか、こうスタジオでステージに立ってこう、まあ、一緒に見るのも、一緒にダンス踊るのも素敵だけど、こう卒業公演をこう見てDMM でこう実況してファンの方とこう、あ、今のよかった、今カメラ目線来たねって言ったりするのも、まあこれまた楽しい、はい、本当に素敵な時間が今流れております。はい、私の実況はここまでどうでしたか、見てくれてますか、うるせえなと思いながら見てる
申し訳ない。そしたらじゃあここで喋りすぎちゃったんですけれども、いつも応援してくれてありがとうございます。でもこんな楽しく配信してます、のびのび。わかりやすくてよかったですか。すごいなんか熱くなっちゃう場面もあったんですけど、はい。あ、じゃあここで自己紹介をしたいと思います。 STU48 のカイコカワです。広島県出身17歳です。今日は卒業、マリナの卒業公演があるということで、実況公演、実況配信をしてみました。ぜひ皆さん、これからもショールームを見てくれるぞっていう方はフォローお願いします。うわー、そんなこと、私が自己紹介してたら、ぜひ皆さんフォローお願いします。そんなことを自己紹介してたら、マリナがちょうど可愛い服を着て出てきました。可愛い、こう、なんて説明したらいいんだろう。マリナメイド服っぽく、メイド服っぽくて、なんて言うんですか、メイドじゃない、あのベビーメタ、わかりますか、になんか似てる、赤と黒で合わせた天使ですね。かわいい、なんて言ったらいいの、ゴスロリ系ん、かわいい、赤い花が贈呈されましたね。このマリナをかわいか、かわいいとか、こういうゴスロリとか、萌えゼリフとか、まあ、ソロ公演もそうなんですけど、ずっとやりたがってたことができていいですね。素敵、カチューシャも赤で、はい、マリナのこ、そうですね、マリナがいっぱい詰まった公演でしたね。これはセレモニーというのはどんな感じなんでしょうか。卒業セレモニー、マリナに卒業証書が届いているそうです。卒業セレモニーではなく、マリナがまず、その服に着替えるために一回はけて衣装を着て出てきたわけですけれども、その後ミユミユとマエハから花が贈呈されて、そしてなんて言うんですか、冠も贈呈されて、今卒業証書が贈呈されています。卒業証書、マリナの卒業証書、マリナの昔の話をしていますね。
ナのエピソードが面白いんですけど、ショールームで何回もバンされたことがあるっていう話をしてます。マリナの変化がありましたからね。マリナの努力で掴んだ選抜とか、初日メンバーに選ばれたり、確実に自分のポジション、マリナが、いつの間にマリナがこんなに変わったこととか、それが当たり前すぎて、今見えてるマリナが普通じゃないっていうか、昔にはなかった姿だから、でも今見えてる部分が私にとってそれがマリナだから、なんか気づいてなかったけど、マリナ変わっていろんなチャンスを掴んで、アリちゃんがお手紙を読んでます。アリちゃんからマリナのお手紙ですね。アリちゃんとマリナの関係は ST48 が始まる前からの関係だったって言ってますね。アリちゃんが泣いてる。これアリちゃんの手紙に聞いて、アリちゃんの手紙をしっかり聞いてください。素敵な関係だ。アリちゃんやばい、アリちゃんに泣かされる。やばい、待って、充電がなくて配信途中で切れちゃったらそれはごめんなさい。あと 10% しかないです。アリちゃんとマリナの関係が素敵です。二人がい
リマリは永遠ですね。運命の人とは一回一回出会う、一回別れて一回出会うみたいな言いますけど、かわいい。あー、アリちゃんからの全力のお手紙だったんでしょうね。すべてが詰まったお手紙でした。すごい、なんかマリナに気持ちが届いてるんだなってなんか見ててわかる。マリナからの最後の言葉ですか、これ。なんかいいです、すごい。今セレモニーが行われてて、アリちゃんが手紙を読んでからの最後、スタジオへの愛をね語ってます。マリーナなんかなんて言うんだろう、このセレモニーになんかやっぱりなんか一緒にここにいたかったって思い始めました。なんか今強く思った。私もそう、私の最後のマリナとのステージを、いや、クーカとマリナずっと好きって言ってましたもんね。マリナ、この前のぶっこい公演でしょ。皆さん今 DMM を見ていただけてるでしょうか。マリナが一人ずつ一人ずつに最後のねメッセージを伝えてます。見てますか、マリナ。これで最後の公演になりますからね。最後の ST48 として、これからのマリナの
がどうなるとかは分からんけど、あのマリナがこう ST48 としてマイクを握ってステージに立っているって見れるのは最後ですからね。ぜひ。あ、いや充電はもう今もギリギリですね。充電ないんじゃないですか。あるかな。ないかも。充電、充電が途中で切れちゃったら皆さんそのままお休みということで、今日はメールを全然送れなかったんですけど、明日ちゃんと送れるようにします。マリナとアリちゃんのお話があります。ではあのここでカイコカーの自己紹介をしておきます。 ST48 のカイコカーです。広島県出身17歳です。今日は大谷マリナ卒業公演実況配信をして、見ました。長い時間の配信付き合っていただきありがとうございました。一緒に DMM を視聴してくれた方も、このショールームを見てくれた方も、コメントを一言でもコメントしてくれた方も、いつもありがとうございます。初めて見てくれたっていう方はぜひフォローよろしくお願いします。はい、また何か機会があればあのいろんな公演の実況配信を思います。本日は充電が続く限り、はい、最後の挨拶、え、泣かないで。ステージの姿を見届け、いろんなマリナが見れてよかった。なんかもうすごい、なんかって言うんだろう、もう素敵なじゃ、もうメンバーだけどちょっとして魅力的なすぎて、卒業発表してマイナが卒業発表をした時も仕事中だったんですけど、私溜まって、それから放心状とかできなくなっちゃって、この同期の最後のステージが終わったのはの悲しい。でもサイン会が本当に最後、楽しみます、ございましたという。はい、もう何から話せばいいかわからんぐらいたくさんあって、今日の公演も海国川のあの実行し、あのいろいろこうスタジオのメンバーのどうもこれで伝わったらいいなとは、もう充電がここら辺で放送終了して読んでいます。13位もっくんさん、12位ケムピHさん、10位タクトさん、8位コマメマキさん、6位スエリさん、4位3位ハイケイさん、ヒクさん、1位はヒーくんさんです。ありがとうございます。見ていただきありがとうございました。あの楽しんでくれて、ぜひフォローをよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。フォローお願いします。ではカイココアでした。